YouTube をご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます、今回はですね、これ包丁、それから、ナイフ、こういったもののですね研ぎ方についてです。ただね、研ぎ方って言っても、今回ご紹介したい研ぎ方の内容はですね、刃物をですね、ちょっとお手入れしたいなって思ってらっしゃる方とか、いざねインターネットで刃物の研ぎ方とかこう調べてみたらですね、いろんな内容がこううわーっといっぱいあってですね、結局刃物って研ぐのどうしたらいいのってこうわけわかんないよって思われた方もいらっしゃるんじゃないかなって思うんですね。でそれで、普段は刃物とかを触らない、手入れしないけど、ちょっとね、刃物自分で今回は手入れしてみたいな、そういう風に考えてらっしゃるような方に向けてですね、今回は最低限度知っておかないとですね、こういきなり研いじゃうと刃物をダメにする、そんな部分がありますので、そういったね最低限度ここだけは知っておいた方がいいんじゃないかっていうような内容の解説です。それじゃあ行ってみましょう。はい、まず最初はですね、こう研ぐ研ぐって言ってますけど、結局研ぐってどういうことっていうことについてです。研ぐっていうのはですね、こうブレードがあったらですね、この先の部分、この部分の金属を削ってるっていうことなんですね。でこれを削って薄くして思ったような切れ味にする、これがね研ぐっていうことですね。だからこの部分をこう薄くして思ったような切れ味にできるんなら、こういうね砥石を使って手で研いだり、それからシャープナー、ここは貼っときましょうね、シャープナー、こういうものを使ったり、それから機械を使ったりね、機械っていうのはこういうのですね、これが機械です。こういうのを使ったりね、要はね、どんなやり方でも、自分の思うように切れる、そういう感じに削ることができれば、それで研ぐっていうのは大丈夫なんですね。ただただですね、この部分、この部分をね削ればいいの、じゃあ簡単じゃんなんて思ってですね、いきなりねこう研ぎ石とかでこうわっしゃわっしゃわっしゃってやっちゃうとですね、これ大体刃物をダメにします。でね、研ぎ石ならねまだゆっくりダメになるんですけど、機械、こういうのを使っちゃうとね、もう一瞬でダメになっちゃいますね。でこれ私もですね、最初の頃、こう研ぐのに手で研いだら大変だから、こう機械使えばいいじゃんと思って、機械を最初に使った日なんて喜んでですね、こう刃物を機械の上に何気なく何も考えずにですね、こうポンと置いたんですよ、ポン。そしたらね、すぐに、ああ一瞬だったですからね一瞬で刃物がダメになりました。で、これどうしてかっていうとですね、刃物にはですね、形があってですね、それぞれの刃物ごとに、このブレードの部分、その用途とか使い方に合わせて、全部形があるんですね。でこの形を知らずにいきなり研いじゃうと刃物をダメにしちゃいます。ということでね、この次はね、この刃物の形、ブレードの形、グラインドについてねご紹介したいと思います。はい、じゃあグラインドについてやっていきましょう。グラインドはですね、これこいつですね、フォローとかフラットとか、スカンジ、コンベックス、こういうものですね。でこれですね、ナイフ、こうナイフがあったら、ナイフをですねこの向きじゃなくてこの向き、この向きじゃなくてこの向き、この向きに見てるんですね。でその向きに見たらこんな感じにですね、ブレードっていうのは形が違うんですね。でこれちょっとよく見てみたら、例えばね、このコンベックス、これ見てみると、こうブレードの部分がまっすぐじゃなくて、こうぽってり、
まっすぐじゃなくてぽってり、こうぽってりしてるんですね。でこうぽってりすると、まっすぐの状態よりもぽってりした方が金属ってたくさん使われてますから、こうなってくるとね、コンベックスのブレードとかは耐久性が強いんですね。結構こう斧とか雑にガンガンって扱っても刃が欠けないとか、そういうね、あの頑丈な刃物によく使われてます。でそれとかね、あのこっち側フォロー、このフォローとか見たら、これ逆にですね、この真ん中の部分こうくぼんでますね。こうブレードがあったらギュンと、ブレードがこうまっすぐあったらギュンと、こうくぼんでますので、こうくぼんじゃうとですね、肉とかいろんなものを切った時にスーッとブレードがスーッと入っていくんですね。ただその反面ですね、こう金属の量がこう減ってますから、こうギュッとなって、金属の量が減ってる分、耐久性とか強度、こういうものが落ちてきちゃうんですね。でこういうふうにですね、あの刃物、ナイフとか包丁とか、それぞれに用途に応じてですね、こういう形っていうのがあるんですけど、これね、何も考えずに最初初心者がいきなりこれ、やっちゃうとですね、こう角度を適当につけたまんま、わっしゃわっしゃわっしゃってやっちゃいますから、気がついたらな、全部スカンジ、これですね、このスカンジになっちゃうんですね。でそうなってくると、本来のブレードとは全く違う性能になっちゃうので、そうやってね、ブレード刃物をダメにしちゃうんですね。ということで、最初はですね、刃物今から研ごうかなっていう時は、まずね、研ぎ方どうなの、角度がどうなのっていうことよりも、まず自分が研ごうとしている刃物、この刃物がどういう形状なのか、これを観察することをお勧めいたします。はい、それじゃあ次は具体的にどこを研ぐか見ていきましょう。はい、じゃあ実際研ぐ場所なんですが、研ぐ場所はですね、ここ、この図ですね。この図でいうと、この先端の部分です。でこのね、上の部分、これをですね、プライマリーベベルっていうんですね。でこの先端、先っちょの部分、この先っちょはセカンダリーベベルっていうんですね。で研ぐのはこのセカンダリーです。でこれフォローとかフラットとか、こういうのセカンダリーなんですけど、スカンジ、スカンジになってくると先っちょだけこう尖ってないですね。なのでこれどうなのかっていうと、スカンジはもう全体的に研ぎます。でこれ研ぐ時に、じゃあ角度実際どうやって探せばいいのっていうとこですけど、これね、研ぎ石、こういうのがあった時に、このナイフをですね、こう置いてみるんですよ、上に。で置いてみると、もともとこのナイフ角度ついてますから、なんとなくね、こう当ててみたら安定する位置があるんですね。これなんとなく安定する、この角度が研ぐ角度です。でね、それでもうどうしてもね、こう刃物によるので、やってみたら安定しないよっていう場合はですね、こうよく押し当ててみて、この形形状を見ながらですね、こう目で見て確認して、このぐらいかな、どうかなっていうのを観察してみれば、大体なんとかなります。でね、感覚的な、あくまで感覚的な話なんですけど、これ、ね、ほとんどの刃物がこうナイフとか包丁とかこう置いてみたら、この後ろ、ここの部分ですね、この部分にコイン10円玉とかがちょうど入るぐらいに浮かす角度、このぐらいになっていることが多いです。はい、それじゃあ次で最後です。最後はですね、そもそも今から手入れをしようと思っている刃物、この刃物がですね、初心者、それから慣れてない人、そういう人でもなんとかなるようなものなのか、その見極めについてです。はい、じゃあ見極め方なんですが、これはまず第一にグラインドです。これですね、グラインド、これがですね、もともとフラットだったようなブレード、これがですね、研ぐのを失敗しちゃってスカンジになってるとか、そういうものですね。こういうものはなかなか初級の状態で自分でやろうと思っても大変です。それとかですね、
こうブレードナイフとかこういうのがあったらですね、曲がってるものこう曲がってたりするとですね、そういう変形があるものはこれも同じように自分でこう研いで何とかするっていうのは難しいです。っていうのはね、結局こうブレードが曲がってるとか、それからこうグラインドの形が変わってるとか、こういうものはですね、こう研ぐっていうよりはどっちかっていうともう金属の加工とか、それから修理って呼んだ方が分かりやすいようなもう作業レベルですので、こういうものはですね、ちょっともう初級とか、めったに研がないんだけどっていう人は、あ、難しい作業なんだなって思われていいと思います。それからね、こいつですね、このブレード見えますかね、先の部分。どうかな、見えないかな。後でちょっと、写真貼っときましょう。要はですね、このブレードこの先のこの部分、欠けがある、これ欠けがあるんですね。で、そういう欠けがあるもの、これは研ぐのが難しいです。で、特にね、こう欠けが小さい、これはまだいいんですけど、欠けがね、こう大きくなってきちゃうと、その欠けを消すためにはこうね、この先っちょがちょっと欠けた、欠けた分だけたっぷり研ぐんですね、この欠けが消えるまで。そうすると削る量がすごく多いので、これもね、同じように、初心者とかあんまり慣れてらっしゃらない方は難しいかなって思います。で、この場合ね、そういう時はもう思い切ってですね、研ぎの職人の方、そういうところにお願いをした方が早くて簡単だと思います。でね、とはいえね、私もですね、ハンティングをやってますので、こういったナイフとかですね、それから、これはフグ引きですね、料理も大好きで、ここ山口県なんですね、だからフグ刺しは自分で作りたいと思ってですね、フグを引くフグ引き包丁とか、こういう刃物が大好きでですね、そういった刃物のメンテナンスっていうことで自分でこう、研ぎたいということで、こういう刃物はね、自分でメンテナンスをするんですけど、そのぐらいのね、ハンティング好きだとか料理好きだっていうぐらいの人間だと、刃物をこう研ぐとね、よくダメにします。でね、これね、やっぱ、職に携わってらっしゃる方とか、一日中こう包丁握ってるとか、それとかこう刃物をね販売してらっしゃる方、こう刃物を作ってらっしゃる方、そういった方々の技術っていうのは本当すごいものがあってですね、もうだからこう奥が深くて、ああ自分でもこう技術鍛えたいなって思ってもうやっちゃうところもあるんですけど、まあ要はね、そう何が言いたいかっていうと、やっぱね、その難易度が高いものっていうのは結構ね、ある程度こう慣れてきても失敗しやすいっていうことで、リスクがねあるんですね。なので、自分で研いでみたいって思われる方、もう私もそうなんですけど、これは難易度が高いんだと理解をしてですね、踏み切らないと大体刃物ダメにしちゃいますので、で、そういうのが嫌だなとか、もうこれはこの状態であればもう職人さん、その刃物でね包丁握ってる職人さんでももう変形がある状態でしたら、やっぱり研ぎの専門家にこう任せてですね、ブレードを修理してっていう状態ですから、そういう状態であればもう外注した方が早いなっていう風に見極められるのも悪くないかなと思います。ということでね、まあ、最後は見極めについてでした。はい、ということで今回は刃物、ナイフとか包丁の研ぎ方、ここを知らないと刃物をダメにするっていうポイントについてでした。今からね、刃物の手入れをしようかなって思ってらっしゃる方のお役立ちになればと思います。あ、ぜひね、よろしければ高評価、そしてチャンネル登録もお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。